ほら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 、見た？やばくない？あ、雷、大雨、車中泊、やばくないですか？おはようございます。今日の車中泊、こんな場所でした。てってれー、タオルを抜けるとそこはあれ、こんな感じ。波はダンパー。はい、小鳥さん、小鳥さん起きます。二段ベッドのハツが降りてます、下に。今日はですね、サイズはセット頭オーバーありますね。なかなかなハードダンパーです。ここはうまくね、地形と風が合わないとやっぱりあまりいいコンディションになったことはほとんどありません。今日はね、珍しくサイズはあるんだけど、僕には難しいかな今日は。ショック。さて、今日のロケーションはこんなところですね。さて、キッチンできました。母ちゃんに朝ごはん作ってもらいましょう。かおいさん、ここはどこですか？入田浜ですね。あ、ゆうの家、ゆうの。そうですね、このホテルの向こう側がタタドビーチになります。見て、これ見たよ。なんと、あおいさんが発見しました。いきなり水が地面から湧いて出てきました。なんでしょうこれ。いきなりここですね、水が湧いてきて海に向かって流れてます。あ、ここに下水管が来てるね。多分向こうの雨水だな。うん、雨水がね、ここから流れ出るようになって、今ね、砂で埋まっちゃってたんだね。何事かと思ったよ。あのさ、うん、下から水ボコボコ出る温泉あるじゃん。はいはい、あれみたいに温泉だったそれ。これ、うん、違った。残念。美味しいコーヒー入りました。出ました、自称インスタグラマー母ちゃんです。コーヒーいただきます。さあ、今回の新兵器をご紹介しましょう。てってれー、炊飯器2合炊き。なんとですね、今回はこのポータブルバッテリーから 100V を取りまして、炊飯器でご飯を炊くというね、電気の力で楽をしようというね、我が家の車中泊が進化してまいりました。2合炊き、非常にコンパクト。俺の手の大きさでこのぐらいなので、めっちゃちっちゃいコンパクトな炊飯器。これね、普通に 100V、 これをポータブル電源が取るんですが、今ね、マックスで 250W、 出力はそのぐらい。それがね、だいたい早炊きで30分だから、まあ 500Wh のバッテリーだったら2回は炊けるんじゃないかなと。つまり、3泊4日のトリップにはちょうどいいぐらいの容量かな。これでご飯がどこでも簡単に炊けるようになるということは、すごく車中泊の、食ライフがね、豊かになりますので、うまく炊けることを祈りましょう。これ葵が選んだウィンナーです。贅沢ですな、ウィンナーを朝から食べれるなんて。ちょっとね、あの、洗い物を出したくないので、うん、焼かずに茹でようと思います。なるほどね。で、この茹で汁を使って味噌汁を飲む。さあ、妻、ちゃんと炊けたのでしょうか。オープン。おお、いいんじゃない、ツヤツヤ。おいしそう。おいしそう。あ、やっぱあれだね、電気の力ってのはすごいね。車中泊歴21年、初めて電気炊飯器を車で炊きましたよ。
20年も経つといろんなテクノロジーが進化しますね。そしてあなたは退化していきますね。すいません。すいません。ご飯炊けたよ。はい、のおかげ。何もしてねえ。なんとこの下田のシラスを使って朝からシラスご飯が食べれるこの幸せ、車中泊とは思えない贅沢な朝ごはんとなっております。葵さん、はい、楽しみ。めっちゃニヤだなお前。シラス卵かけご飯いいじゃないですか。おいしい小鳥さん。おいしいです。卵かけしらすご飯、グッジョブ母ちゃん、最高。海を見ながら朝ごはんだなんて贅沢じゃないですかこれ。それでは私もいただきたいと思います。卵しらすかけご飯、 Here we go。 母ちゃんいただきます。絶対うまいに決まってるこれ。おいしい。ね、贅沢これ素晴らしいゴールデンウィークですな。地元のシラスをスーパーで買ってきて、はい、車の中でご飯を炊いて食べる朝ごはん。なんかパンよりたまに朝ごはん、ご飯もいいね、お米もね。新潟のコシヒカリを伊豆下田でも食べる、うん、贅沢。あ、そっか、お米がめっちゃ美味しいんだった。めっちゃ美味しいし、シラスもめっちゃ美味しいし、最高のゴールデンウィークですな。ですな。うん。あそこのロケーション。Thank you 母ちゃん。うだ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 しながら海にまだ入れません。今日はめっちゃハードです。あの外人のお父さんは超いい波だったよって言うんですけど、とてもそうは思えない。はあ、サーフィン1ラウンドやってきました。まあ稀に見るハードコンディション、すごい難しい波でした。最後フィンで頭を切ってしまったので上がりました。伊豆ね、いつもサイズちっちゃくて物足りないサーフィンばっかだったんですけど、今日はねめっちゃでかくてサイズがハードだった。でもね、まあいい特訓になりましたがね。フィンで頭を切ってしまいましてですね、今妻が治療をしてくれてますが、あ、皆さん決して DV じゃないです。妻の暴力で怪我をしたわけではありません。違うんです、これはサーフィンでやってしまったんです。あ、違う、わー、やばいやばいやばい、きてててててて、痛い。まあ痛いは傷口だもんだって。うわー、大好きな大好きなイリタビーチ。今回のゴールデンウィークはサーフィンは今日まで、今日の夜からキャンプです。なので名残惜しいけど海はこの辺でバーイ。さあお待たせしました。はい、これからランチ行ってですね、お風呂入って、そして今日のキャンプ場に向かいましょう。いいですか葵さん。イエーイ、よし行くぞ。あ、なんか良くなってきたよ。なんかね、うん、風が収まってきた感じ。あ、ほらほら、レギュラーレギュラー、あららららら。ほら、レギュラー良くなってきた。さてさてさて、今日のランチはスパイスダーク。もうね、20年以上通ってます。またまた来ちゃいました、スパイスダック。いい席に通されましたね。なんとグレートフルデッドの部屋です。ジュリーの部屋ですよ、ジュリーの部屋。いいね、
この雰囲気が大好きです。オレンジ気はオーバーザッと大好きよ。なんだっけ、チキンカレーウェイズタンドリーチキン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 だらけのランチ、うまい？ほとり裏切らないうまさね。うん、晴れてよかったですね。よかった、昨日よかったですね。夜ライブすごかったですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。また美味しかったね。うん、行きましょう。天然パーマさん、次はどこに行くんですか？次はですね、キャンプ場に行くんですよ。わかるかな、キャンプ場。いいかい？俺たちのシャチハクはいつも海ばかりだったと思ったら、おー、間違いだ、バカ者が。たまにはキャンプ場にも行くのだ。今回はですね、初めて行くキャンプ場ですね。カーズのキャンプ場に向かいたいと思います。君が、キウイくん。じゃあ、スミさん、はい、初めて来るキャンプ場ですけども、想像以上に山の上で見に行ってます。もうさっきから登山車道約30度ぐらいの坂道をずっと登ってますよ。急な角度で、すごい標高が上がってきたもん。到着しました、皆さん。じゃあ行きましょう。じゃあね、受付していきます。こんにちは、予約している池ですもん。はい、はい、なんだけはちょっと別の人に、ね、はい、少しの赤い方で、はい、わかりました。じゃあこちら、燃えるゴミという感じです、はいはい、いやー、小鳥さん、緑いっぱいでいいね、ここ。いやー、最高最高。キャンプ場は必ずしも平らとは限りません。だからレベラーね、今回ちょっと使います。なんでかっていうと、こっちにね傾いて、これね寝心地最高に悪いので、水平に戻します。なので前と後ろ、はい、前にもあります。仕掛けてあげて、こっち側足だけをグイッと持ち上げてあげると、うん、もうちょっと乗せていい。うん、もう一回。いいじゃん。あ、いいんじゃない？平らになった。あ、ちゃんと乗ってますね。なるほど。これで左右のバランスを取ると。バッチリ水平取れましたね。うん、取れてる。これ寝心地が命です。うん、まっすぐまっすぐ。大丈夫。マサトさん。はい、アオイさん。何をやっているのですか？今ですね、ランタンにホワイトガソリンを充填していきます。このランタンはですね、すでにもう20年以上使っております。ベテランのランタンさんですね、アオイさん。はい。はい、いいです。この中全体を、今日のキャンプスペースを紹介してください。まずここが、カチャの調理場です。で、ここがみんなで食べるテーブルで、これが材料とかが入ってて、これが炊飯器で、ランタンです。ランタンが好きですね、あなた。じゃあ、蒸し鶏です。食器乾かすやつですね。え？食器乾かすやつです、これが。じゃあ、それでは父ちゃんが火を着火します。ミスターチェックマン、つけたいと思います。いいでしょうか？はい。固形燃料を押しかけてあるので、まずはそこにチェックメン。そう、あの、葵が見つけてきてくれました。これだね。これからまずは着火をしていきたいと思います。なかなかつかないですね。着火剤なのに火がつかない。
こんなことがあっていいのでしょうか。着きましたね。いい感じで炎が立ってまいりました。葵さん、これ何に使うの？これは暖房ですね、今日は主に。さあ、その間にも母ちゃんは黙々とご飯作りが進んでおります、はい、今夜もよろしくお願いします。さあ、焚き火の方もいい感じで着火してまいりました。あったかいです。私が焚き火の火に夢中になってる間に、妻は、はあ、美味しそう、いただきます。このような串を作ってくれておりますが、これは一体何ですか、はい、妻。これは味噌煮込みおでんにします。どうしたの、そんなの。どこで覚えてきたの？今日はね、ちょっと寒い、うん、思いのほか寒いので。そうですね、焼き物よりもちょっとおでんで温まろうかなと思います。なるほど。さらに今夜はポータブル電源を使って炊飯器ね。これ妻ハマったでしょ。炊飯器ハマったよ。いや、なんで早く買わなかったんだろうって本当思う。今ね、天然パーマファミリーポータブル電源を使って炊飯器でご飯を炊くというだけで、その一番大事なご飯のところを安全に正しく食べれる。たったこれだけでも私たちの車中泊がものすごい豊かになってますね。はい、ぜひ真似してみてください。チェックイット。はい、妻どうすんのそれ。おでん汁の中に投入します。さあ、できました。味噌おでんって言ったっけ。これもうね、我慢できないので食べちゃいます。いただきます。まずじゃあこんにゃく、味が染み出て美味しいね。うまい。ねえ、もういいの？ねえ、食べてもいい？うるせえんだよ。ねえ、いいの？もう食べて。ダメだよ。行く。さあ、無事炊けました？炊けました。よかった。そしてできたのが、これが何ですか、小鳥さん。アボカドスコ、メキシコ。どんなやつ？青井さん、もう寝るんですか？まだ。今夜のベッドルームはこんな感じ。青井が下段、小鳥が上段で、広く快適に寝れます。キャンプ場で今夜テント張らないで車中泊してるのうちだけだから。まあ悪くない。 OK、 グナイ。焚き火も落ち着いてきました。今夜はこの辺で寝ますか。グナイ。That father is 10 and permed!